じゃあ第2部すいませんお待たせしました。 2.5 部かな、左下部屋さんに戻ってきました。こっちにすいません、何度もありがとうございます。そして荷物運んでいただいて毎度本当にありがとうございます。今から始めます。よかったら元気ください。よろしくお願いします。名古屋キです。過ぎた昼を前に何もできず立ちすくむ今日の半分を取り戻しに行こう。揺れるハンモックに体委ねてみたけどどうにもならないこと、そんなの分かってる。歩道の今日の向こう側で髪をなびかせ伸びる影、オレンジに焼けた景色、時が止まった夕凪と混ざり合う。ゆうなぎという曲でした。ありがとうございます。見てくれね、みんなね。1曲だけどうでした。
渡ってる途中に今行ってたからね。渡る前に言われる。ここがもう最後の砦だね。限界点。よかったら1曲だけでも聴いててください。東北リスガリの皆さん、こんにちは。せっかくのご縁ですので、よかったら1曲だけでも、名前だけでも覚えて帰ってください。全然ダメです。ありがとうございます。拍手拍手ありがとうございます。史上最強の演歌、君に伝えたい思いあるから、僕はいつもどこへでもこの声を届けに行くよ。しょうもないこと分かってるけど、君を見てると溢れて止まらない、衝動に駆られてもう声になってる。史上最強の映画、君に伝えたい思いあるから、この一言に全エネルギー注ぐように、揺るがないもの一つ胸に抱きしめて届けとぶん投げろ。拳ぶつけること、旗を振ること、誰かの背中を押す風になると、僕は信じているから、よだれこぼれるごちそうも、君がいなきゃ何の意味もない、寂しい気持ちが漂う。Keep
教えて僕の声遥か遠く TikTok 大丈夫ですか、毎日できてる、はい、え、アンチすぐアンチで敏感だからTikTok アンチがすごいからね大丈夫でしょ。で毎回来るとき誰か戦ってくれてるらしいよ、いつもありがとうね、戦ってくれて。どうしたらいいんだろうね、見てる人は。どうしたらいいんだろう、しょうがないからね、もう。そういうとこに見てても気になるわけじゃん、多分。その、そうだね、最初は気にしなくてもさ、うん、ずっと行ってきたらなんかやっぱちょっと来ちゃうんじゃない。この中にはいないからね、多分おそらくアンチはね大丈夫ですよね、今路上に路上に来てまだアンチを言いに来る人いないですか。大丈夫ですか。さあ、近くでも大丈夫だよ。ありがとう。ありがとう。ごめんごめん。怖がっちゃった。ごめん。あ、お父さん。ありがとう。ありがとう。あ、もう一曲来てくれんの？もう一曲。マジで？ありがとう。じゃあ今週の。普通逆だけどね。子供が待ちたくてお母さんもあるんだけど、今子供が行っちゃったからね。お母さんパターンだった。お母さんパターン。ありがとう。俺はね、チラシ渡したかったね。しょうがないよね。一期一会ですからね。ありがとうございます。はい。やっと僕たちもね、ちょっとマスクというかね、これ取ってやってるんですけど、やっと春が来たって感じなんですけれども、僕たちの春の歌を、俺大丈夫？大丈夫か、ね、歌いたいと思います。この歌の2番の歌詞に、どこまでも続く道を撫でるうぬぼれた街、深く深くに染み込んだ一度きりの足跡っていう歌詞があるんですけど、僕たちも今世の中に対して、なんで早く見つけてくれないんだとか、なんで僕たちの曲を聴いてくれないんだって思う時もあるんですけど、でもそれは深く深くに踏み込んだつもりでもすぐ消えちゃう足跡なんだなって思うこともたくさんあるんですけど、それでも自分たちのやってることは正しいんだと思って、これからも歌い続けていきたいと思ってますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。忍び寄るのは春の影。
掴んだ心は今日も不安のぬくもりを探す。守るもの一つないのにどこに向かうというのか。今うなずく桜、たとえ不条理な世界でももがきながらたくましく生きているのですか。過去にすがる僕はそんなに強くないけれど、あなたを見て少しだけ勇気もらったんだよ。溶けてゆくもの今まれて軽くなったその心にも決してはいけないんだ。ここにある確かな灯火、どこまでも続く道を撫でる、いくつものうぬぼれた街、深く深くに染み込んだ一度きりの足跡で進む通りすがら、淡い桃色の景色を通り抜けた風だけが僕を認めてくれた。この想いはいつか浮かんでは消えて止まったろう。くだらなくてどうしようもない、自分愛せれば天のひら沈む濡れた花びら、優しくめくりあげたら空を漂う頃に外風が甘くてぬるくて哀れんだ。続く日々の中で振り返るにはまだ早いだろう。明日を春が罪さえも味方につけ、さあきらめく桜、目も開けられない眩さに見逃すものがないように、花は咲き誇る。今を生きる僕は桜学習でした。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんの感じまでありがとうございます。まだ雨は大丈夫そうだね。あ、ちょっと怪しいけど、ちょっと怪しくなってきた ね。ミスチルは日産スタジアムなんだけどさ、雨の中やるのかな。でもなんかよく雨の日のライブの方がいいライブ。桜井さんとかはね、もう年だから髪の毛とか大丈夫って濡れてもんね。大丈夫でしょ。ゆずの方がダメか。どこを気にしてんの。ゆずやばい、なんかすごい今。え、別にゆずの何がやばいとか言ってないよ、俺は一言も。え、誰が笑ったのは。すごい起きたよ、笑い。シャー、まだやってないオリジナル曲あるのでね、もうちょっとできますか。はい。そのタオルは何なんですか、いつも首に巻いたりマイクスタンドに巻いたり。いや、なんかあんまり常にないと落ち着かないの。今日あんまりさ、汗こ出ないなと思って。汗出ないな、汚ねーみたいな。そんなことない。すごいもう腫れ物みたいな反応でしたよ、今。そんなことないです。開けてあげるよ。
減っちゃうよ人が。さあ。これで何かが分かる人は名もなきファンですね。ありがとうございます。あの風になるかこの通りに
もうちょっとじゃあオリジナル曲をやっていきたいと思います。フライヤー配っていただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。信号待ちの方も受け取っていただいてありがとうございます。いやいやでもありがとうございます。受け取るしかないよね。でもでもね、あの断られてるのも見られるちゃんと断られることもあるんだと思って、すいません、ありがとうございます。変に捨てられるよりはいいよね。そうだね。大体はね、日本人はなんかこう渡されたら受け取っちゃうよね。受け取っちゃう ね。どんな MC、そんな MC 全然繋がんないわ。次の曲広がる世界にも潤んだ瞳は輝いて粘りつくような青空に今は隠しておこうかな。焦がれたあの日の思い出で何とか繋いできた場にいてつく風吹けば枯れた景色が駆け抜ける。どんな悲しみにもいつしか慣れてしまっていたのかな。愛なんて曖昧なものでどこまで歩いて行けるのだろう。ため息を一つ道しるべに変えて、うぼけた心の隙
隙間を街をひしめく人混みの中でごまかしてみたけれどきっとまたどこかで会えるよね。その中にどこかの坂道をひょろめきながら進む私がいけなかった。ああ愛なんて曖昧なものでどこまで歩いて行けるのだろう。ため息を一つ道しるべに変えてぼけた心の隙間を街をひしめく人混みの中でごまかしてみたけどああもう少しで朝が来る。ありがとうございます。愛なんてもこの前レコーディングしたんですけどサビの下ハモができなくて両親に怒られました。ハンクローのお兄ちゃん怒られてないでしょ。で両親を教えてくれるテツマはなんかちょっと街を締め込むとこちょっと気持ち悪いなって言われる。テツマはねカンクローのねところでやったんだよねレコーディング。そうカンクローがいつもお世話になってるスタジオで撮らせていただきまして、はい、レコーディングが無事完了したらサブスクにもね配信したいと思ってますので。はい、ありがとうございます。 CD も作ろうと思ってるので CD も形にねして、ね、今やってる4曲以外にも、うん、そうもしかして好きな曲があるかもしれないので、うん、これはね家で撮ったんだよね。そう家です。家で撮ったんだけど今回はちゃんとねこれよりはちゃんといいものを、うん、あの音質がね、うん、曲は全部あの自信作なんですけれど、これはこれ手作り感があるから ねそう限定200枚ですけど、ね、まあ、あと本当にマジで半分ぐらいじゃないですか。で3分の1くらいじゃないですか。なんでちょっと大体半分みたいな。そうだね、半分以上はもういってますね、うん、大阪の人も心配してくれてね。ね、ありますチケットありますか。大阪の人はすごい DM 来るんで顔見たことないからね会ってどういう反応していいか分かんないです。あ、どうもみたいな。アカウント、あのアカウントの何々ですみたいな。でも最近 DM もいろんな人が来るんだけどね川崎、僕も川崎に住んでるので川崎の何か教えてくれませんかと来たりとなんでお前に俺らが住んでる住所教えなきゃいけないんだよとかね。あ、初めて知ったわ、うん、あの DM は大体そうそう基本的には大体お兄ちゃんが担当してます。あとよかったらお話ししませんかとか、 なんかよく分かんないおばさんから来たりとかね。いろんな人が来るんですよ DM には。見られてるかもしれないですよ。え、マジでよかったらお話しませんかって送った人この中にいますから、だとしたらすいません。いやいや、じゃあ TikTok ね、うん、おいアンチがまた湧くから、アンチがもう余計なこと言うと本当に。さあまだやってない曲結構あるので、さあ次の曲は、まあね、次の歌は僕が僕は利尻島という島育ちなんですけれど、その時中学校の同級生の結婚式でのために作った歌をこれから歌うんですけれど、まあね、歌っていうのはなんかね、今はもうテレビ離れとか言って
もういろんなものがもう携帯1台で見れるじゃないですか。みんな1人1台でもう自分だけがもう好きなものを楽しめばいいみたいな時代になってきてますけれど、まあ、歌はね、なんだろう、たった1人の思い出とか、まあ、ラブソングとかもそうですけど、そんな、なんだろう、1人の思い出をみんなでこう聞いたりする、そういうのが素敵だなと思ってます。なのでね、次の歌う利尻の歌なんですけれど、もしよかったらね、僕が育った利尻の風景を詰め込んだ歌なので、利尻島ってどんなとこなんだろうみたいな、どんな素敵な島なんだろうみたいな思いをね、5分間6分間だけでもちょっと思い巡らせて聞いていただけたら嬉しいなと思います。それでは聞いてください、宝島。いつか自慢しよう。
いただきありがとうございます。大切なあの子連れて大切な場所に帰ろうっていうのはあれ僕のことですか？ありがとう。そうだよでもね、いつかお兄ちゃんも利尻に連れてきるようにね、頑張りたいですね。そうですね。あのね、利尻の人から聞いたんだけど、うん、森山直太朗さんが、うん、利尻に唯一あるね、なんかホールみたいなところがあるの、うん、そこツアーで巡ってて、そうなんだ。なんか昨日か一昨日来たみたいで、めっちゃ近いじゃん。だから ねそこでやりたいなと思って、名もなきも。確かに。でここにいる皆様、一緒に利尻についてきてください。よろしく。はい、ぜひ。ランディのね、故郷のね、あの、なんだっけ、なんていうんだっけ、そういうの、何巡りっていうんだっけ、聖地巡り。聖地巡りね。聖地ある、大丈夫。もうなくなってるでしょ、ほとんど。あの頃のお店とか。俺の小学校はもうないな。ないか。なんか石さ、運ぶ場所みたいになって、うん、はい、ということで聖地巡りはできませんということでした。それでもよければ、まあでもぜひ利尻行ってみてください。本当にいい場所なので、あの利尻山って言ってね、もう島が山になってるんですけど、標高 1721m ありますからね、めちゃめちゃ高いですよ。何の話か分かんないですけど。今はランディのね、友達のために結婚式に作った曲があるんですけど、僕も結婚式用に1曲作った曲があるので、ジューンブライドですかね、6月は。まあ結婚に限らず僕たちの音楽活動もそうですけど、なかなか大切なものはその時気づけないけど、振り返った時に、あ、今までやってきたこと、今までの日常が特別なんだなって思い返せることはたくさんあると思います。そんな思いを込めて歌いました。歌いました終わっちゃったよ、そしたらもう。俺わかんないんだけど。ここからでした。ありがとうございました。ちゃう、これから。歌っちゃったよ。俺は歌ってないけど、お兄ちゃん歌ってたのかな。歌ったんだよね、今。もう一回いいかな。みんなも多分聞いてないと思うから。結婚したことないのに結婚の歌を作るっていうのは、ね、想像で作るから難しいよね。すごいよね。だから、結婚なんてそんな甘ったれもんじゃねえんだよって思ってる人もいるかもね。おめえら結婚舐めてんじゃねえよって。でも俺結婚したことないのに、もうね、今月はあるんですよ。結婚式に行って歌うっていう行事が、今月で3回目なんですよ。残ってます、マネ役家で。おギャラねえといかねえぞって。そんなこと言ってないよ。交通費出せよバカって。そんなことは札幌に帰るからね。そんなこと言ってません。ねえ、本当ね、ギャラくらいでねないとね。
全然です、気持ちですから。もしランディを応援してる方いたらランディの交通費代をね口座番号、あのアスタでインスタのストーリー載せていくので口座番号を気持ちですからね。それでは今会釈したの見つめ合って、ね、どうもありがとうございます。気をつけていってらっしゃいませ見られたも困るよこれも何かのご縁ですからね。名前だけでも名もなきと言います。よろしくお願いします。受け取ってくださりありがとうございます。本当にいろんな方に協力していただいてね、ありがとうございます。ありがとう、配ってくれて本当にありがとうございます。爽やかな初夏の風なびく日に今日という日を迎えます。気づかぬ間に少しばかり遠くに来たみたいだね。子供の頃に夢見てた理想の自分はそこにいますか。ふと横見るとあなたがいる、それだけでいい気がした。若葉が映る大空に響く鳥の声、二人で初めて歩いたこの道に迷わず奏でよう今日のハーモニー。ここから始まる新たな道のりに特別なんてものはないけれど、手のひらに触れるあなたのぬくもりに広がる景色、重ね合わせてさ風香る空に伸びてゆく愛を育ててゆこう。新緑と日差しが競い合う午後、どちらが眩しいかと言わんばかりに深呼吸する、さりげない仕草も優しく溢れてくる。季節の隙間をくぐり抜けて揺らぐ木漏れ日は木陰で切なく咲いてる花にもくるわりながら明日を呼んでる。みずみずしい緑にあの頃の僕たちを思い出すよ。少し恥ずかしいね、懐かしい日々も新鮮な気持ちも認め合える、強さも伝え、互いのルーツで支えながらどこまでも歩いてこう。光と影のコントラスト、目ぼこラストを浮かび上がるよ。美しい命二人の形で続く道を描きながら、いつもありが
がとう。ここから始まる新たな道のりに、特別なんてものはないけれど、くたびれた雲が空を溢れ出しても、心に咲く確かな思いと、隣のあなたの輝きが欠けることはないさ。爽やかな初夏の風なびく日に、今日という日を迎えます。振り返ると気づくだろう、特別な道のりに。ここからでした。結婚式呼んでください。どういう締め方？どこでも行きますよってことかな。歌いに行きますよ。ありがとうございます。歌いに行くなら、そのシーンをさ、ミュージックビデオとかに使いたいよね。おーね、これのね、ここからの。めちゃめちゃベロ舐めてるベロベロだよ、ベロベロ。さあ、だいぶできましたね、今日も。うん、最初はね、いろいろトラブルもあって、マイクスタンド忘れてランディがね、弦が切れて警察に止められて。でもね、本当にさ、うん、焦りって良くないよね。うん、もうマイクスタンド持ってないことに気づきまして、うん、そこからひたすら焦りまして、うん、なんとか早く新宿にたどり着くためにいろいろ頑張ってきたんですけれど、あのタクシー乗ったんですよ。はいはいはい、タクシー乗って、うん、もうさ、その会計のやつもなんかもたもたしてるから、あ、もうレシートとかも大丈夫ですよって急いで聞いた後、スーツケース出て走っていくじゃん。で、あのタクシーの人にお兄さんって、もうなんだよって、何呼び止まれ、呼び止められたと思ったら、マイクスタンド忘れてました。おーっとめちゃめちゃマイクスタンド忘れる今日それでは聞いてください、マイクスタンドタクシー。すいません、ないです、そんな曲は。ないです。なんかアメミヤみたいになってる今どうでもいい話だ。雨が降ってきちゃったからね。何歌いますか？駅は忘れてもらいます。長い間ありがとうございます。大器晩成はまだレコーディングしてないんだよ ね、 ね、次のレコーディングに向けて練習中ですね。キーを決めたりね、もう一個いいんじゃないかとか、もう一個キーね、高くしたりとか低くしたりとか、いろいろ試行錯誤しながらやってるんですけど、ちょっと路上とは違う聞こえ方のね、歌ももしかしたらあるかもしれないですね。律動、うん、とかはもう渋々で律動は多分あんまうまく歌えてないかもしれない緊張して弾く。でもこのキーがいいよね。一個ちょっと今ちょっと上げてみてこれ多分試しますか。今ちょっと聞いてみてどうしてもね、ちょっと赤くなっちゃうからね。咲かせたい花が、これもこれでいいか。どうですか皆さん、そんなお前らで決めろってね感じですよね、勝手にね。こっちでいけますか。あんまランディがエメル歌っちゃうと、お兄ちゃんよりランディのエメルの方が鍛えてなっちゃうから嫌だから、ちょっとあんま歌わないでくれない そしたら B メロに逃げるよ。 B メロも やっぱ B メロランディの方がいいな。ちょっと俺歌うとこなくなっちゃうじゃん。大丈夫よ、ちょっと待ってよ。あ、ハモリもこれ一人の方がいいんじゃないかな。俺もそしたら何やる。そしたら俺マイク一本ですからね、僕今日これハーモニカ俺弾けません。そろそろミスチルのライブを始める頃じゃないですかね。心配すぎですかね、ミスチルのライブ行きたかったんですよ本当は。でも路上ライブだね、いつもミスチルも生で見れるかなって分かんないですからね。明日もね、ミスチルのライブ、なんか明日ユズのライブ撮っちゃったから瀬戸り変えないですよ、ユズも全然。ユズ行くじゃん、瀬戸り変えてほしいのに。あの家でさ、もう帰ってきたら、うん、あれなんか今回はみたいなね、違う違う、あんなたまにするんですけど、でもめちゃめちゃ行くっていうね、はい、大好きなんですね。明日も行ってきます。大好きなんですね。あの
なんかさ、ゆず賞取ったやつらがさ、関係者席で見てる感じの匂わせストーリーも超腹立ってみたいな。おめえら、ゆず賞取っただけで関係者席行けてよかったなって感じですよ。あの、ごめんなさいね、いつもこんな感じじゃないんですけど、ゆず賞の話題に関するとこうなっちゃいます。ごめんなさい。なんかね、関係者席で見ましたよみたいな。キャナイとかはいいんですよ、同じ事務所だからね。同じステージで歌いますから、僕たちは。そうですね、はい、うん、長くなってしまいました、すいません、失礼しました。どうしても咲かせたい花がここにあるけれど、どんなに頑張ってもは確かにあるけれど、今日も儚くて、いつかこのまま日の目を見ずに枯れてしまうんじゃないかと。でも今日も枯れずにThank you.
ば消えてしまいそうなろうそくの火のような夢だけど、一つ一つ灯し合えばあなたの元に咲かない花きっとないはずはをね、4K さんがいらっしゃるでトモンガさん怒ってくれて、そうそうそう、コメントでねそこをみたいなシロさんよろしくお伝えください。ここ一番大事だからね、本当一番伝えたいところ、これを伝えたいためにあるダラ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 歌ってそこを言いたいの。あとさっき思い出したんだけどさ、フーリンこの前コメントしてくれたんだよね、うん、フーリンめっちゃ良かった伊豆ショー、ごめんありがとう、ごめんね本当にフーリンのこと言ったんじゃないんだけどね、さっきちょっと言っちゃったからもう不利のこと言ったみたいじゃん。デイナイもすごい良かったです。誰に対して言ってるのか、さっきね伊豆賞を取った奴らが言っちゃったから、マラト君も話しかけてくれてね、この前 ね嬉しいよね。どこで誰に見られてるか分かんないから気をつけないといけないですね、言動には。もう多分切り抜かれましたよ多分、はい、あとあの寝癖と寝返りの下りも寝癖ファンの人にはもしかしたら不快な思いをさせてしまったかもしれません。この場を借りてお詫び申し上げます。すいませんでした。なんかこれ記者会見いやなんか誰に頼まれてやる、いやなんかね嫌じゃん、事前に事前に、ね、あのそう余計なことをしてしまったなんか何も知らない人からしたらこいつ何言ってんだみたいな感じ思われちゃうからね。ね、はい、2部か3部か 2.5 部くらいの下がまで来ました。またあの今日もチケット持ってきてますので4月23日ワンマンライブありますのでぜひ遊びに来てください。4月23日に向けてね曲も作ってますし、はい、あと3曲くらいは作りたい ねそのうち2曲は大阪で披露するって言っちゃったのであと1週間後です。大阪も頑張りたいと思います。はい、大阪来てくれる方いらっしゃるんですかね、コロナ禍に。おお、ありがとうございます。ここは3人ですね、歌広場ではありません。はい、すいません、すいません、すいません、あります。歩行者の方歩道で活動止まらないで移動してください。はい、やれてしまったのでまあでもほとんどやれたしね、はい、一旦続きます。そしたら一旦続きます。すいません、すいません、続きます。お疲れ様です。すいません。